皆さんこんにちは、こういちです。9月8日にアップルの新製品発表があり、私はアップルウォッチのシリーズ8を購入しました。今日アップルから届いたので開封とファーストインプレッションを中心にお届けしていきたいと思います。実は今回初めてアップルウォッチを購入しました。アップルウォッチというよりスマートウォッチが初です。なのでこの動画ではなんでスマートウォッチを購入しようと思ったのか、なんでアップルウォッチを購入しようと思ったのかについても触れたいと思います。このチャンネルではカメラやガジェットを中心に紹介しています。定期的に買ってよかったものを紹介する動画や、最近ではキヤノンの EOS R10 のレビュー動画も多くアップしています。よかったらチェックしてみてください。ちなみに Apple の新製品発表会では iPhone 14 と AirPods Pro の第2世代の発表もありましたが、これらの購入は見送りました。私は iPhone は型落ちを買う派なので当然見送ったのですが、 AirPods Pro は悩みました。そのうちもしかしたら買うかもしれません。可能性は低いかもしれませんが、AirPods Pro の黒が出たら即買います。ノールック買いします。それでは早速開封していきたいと思います。それではまず段ボールから開封していきます。ではいきます。オープン。それではいきます。オープン。おお、めちゃめちゃ箱かっこいいです。ウォッチって書いてありますね。早速開けていきたいと思います。それでは中身出していきたいと思います。中にはこの2つの箱が入っていました。こちらが Apple Watch の本体で、こちらがバンドだと思います。それぞれ開けていきたいと思います。まず本体開けていきます。それでは開けます。オープン。おー、出てきました、本体です。おそらくこっちはケーブル類とか説明書とかそういったものが入ってると思います。こちらが本体ですね。本体早速見ていきたいと思います。紙で覆われているので紙から出していきます。それではいきます。ドン。めっちゃかっこいいですね。私はアルミニウムの 45mm の大きさの、色はミッドナイトを購入しました。アルミでもめちゃめちゃ高級感ありますね。こんな感じです。色はブラック系が欲しかったので、ブラック系が出るのを期待してシリーズ8の発売を待ってたんですけれども、今回ブラック系が出なかったのでセブンからあったミッドナイトを購入しました。その代わりにはならないんですけれども、ケースをブラックにして楽しみたいと思います。ケースは後ほどご紹介します。では他の同梱物を見ていきたいと思います。まずこちらですね。こちらが紙類ですね。でこれが充電ケーブルです。次にバンドを開けていきたいと思います。それでは出していきます。オープン。めちゃめちゃ詳しくなんか説明書き書いてありますね。おー、かっこいい。ミッドナイトかっこいいですね。おー、ちょっと早速取り付けていきたいと思います。では取り付けていきます。取り付けられました。では早速つけていきたいと思います。これ逆ですね。つけ直します。つけられました。じゃあ腕につけていきたいと思います。こんな感じですね。ああ、かっこいいですね、ミッドナイト。早速電源を入れていきたいと思います。おー、リンゴマーク出てきました。
iPhone を近くに持ってきてって書いてありますね。 iPhone 近くに持ってきたいと思います。お、iPhone 側に設定画面が出てきました。続けるをタップしたいと思います。Apple Watch の設定画面が出てきました。ちょっと設定をやっていきたいと思います。早い、ペアリング完了しました。お、同意するをタップします。パスコードを作成する画面になったので、パスコードを作成したいと思います。これは文字サイズのセットアップですね。基本はデフォルトにまずはしておきたいと思います。個人情報ですね、これも入れていきたいと思います。これは後でやりたいと思います。経路追跡はとりあえず有効にしておきます。とりあえず通知はオフにしておきます。とりあえず続けるをタップしました。最後に Apple Pay の設定ですね、後で設定していきたいと思います。アプリの表示はグリッド表示にしておきたいと思います。今同期中みたいです。同期が終わったので文字盤の設定をしました。時計は存在感ある方が好きなので 45mm でちょうどいいかなって思いました。手首は 16cm くらいですが、バンドもレギュラーサイズでちょうどいい感じです。文字盤が大きいので見やすくて操作性もとてもいいです。次に Apple Watch のケースも購入したので簡単に紹介していきたいと思います。こちらのメーカーのケースを購入しました。ちょっと読み方はわからないんですけれども、他の YouTuber の方がこの前のモデルを紹介していましたが、これはその改良版です。その YouTuber の方の動画では画面周辺の文字に少し干渉するっていうような話がされていました。この改良版ではその点を改良しているようです。早速つけていきたいと思います。それでは開けます。オープン。そう、これは2個入りでだいたい1500円ぐらいでした。かなりコスパいいケースかなと思います。中身はこのケース2つとこちらが保証書、こちらが取扱い説明書、あとは装着時に使うような文字盤を拭くためのシートと、あとホコリ取りですね。早速装着していきたいと思います。ケースは黒を購入しました。つけてみた感じなんですけれども、個体差はあるのかもしれないんですけれども、文字盤との接触面にもしかしたらなんか油分があったのかなって思います。水たまりの上にガソリンとかああいう油分が乗るとちょっとなんか虹みたいにいろんな色がこう乗ると思うんですけれども、それに近いようななんか現象が見えますね。ちょっとそこは気になるのかなって思います。でスワイプですけれども、そうですね、結構快適にできるのかなって思います。右スワイプ左スワイプもまあ普通にストレスなくできるのかなって気はします。でこのケースなんですけれども、一応防水ケースになっています。 Apple Watch つけてる時って当然手洗ったりもすると思うので、このケースの間に水が入ってしまうってことがあると思います。で今実際に流水を数十秒当ててみたんですけれども、全然中に水入っていないですね。防水性能は大丈夫そうです。あと気になっていた文字盤への干渉ですけれども、文字が一部消えたりはしてなさそうなので、その点はちゃんと改良されてると思います。
ここからはこの Apple Watch を購入した理由についてご紹介していきたいと思います。単純に新しい時計が欲しかったっていうのが一番大きいんですけれども、それ以外に3つ理由があります。特に写真撮影の時なんですけれども、外出時の荷物を減らしたいので財布やスイカなしの装備にしたくて Apple Watch を購入しました。 Apple Watch の方が iPhone よりもスムーズにキャッシュレス決済ができるようなので、その点も購入の後押しになりました。2つ目は手首の振動でアラームを知ることができるからです。写真を撮るときはいつの間にかこんな時間ってことが結構あるので、手首の振動でアラームを知ることができるのは結構大きなメリットかなと思って購入しました。あと朝ですね、大きな音量のアラームよりも手首の振動で起きた方がスムーズに起きられるかなと思いました。3つ目は iPhone や Mac との親和性が高そうで便利そうだから購入しました。私は今イヤホンはソニーのリンクバッツ S を使用しているんですけれども、リンクバッツ S はノイズキャンセリングのオンオフと、あと再生の停止やスキップを左右のイヤホンに割り当てると音量調整を割り当てることができません。なので音量調整を Apple Watch でできればとても便利だと思って Apple Watch を購入しました。次に Apple Watch のシリーズ8にした理由ですけれども、お風呂に入っている時に充電が終わってほしいので高速充電対応のモデルにしました。また写真撮影なんかをしている時に時間とか通知をパッと確認できて便利なので常時表示のモデルにしました。この2点が理由で SE にはしませんでした。ただこの2つの機能はシリーズ7にも付いているので、正直7でもいいかなと思いましたが、せっかくなので最新のものを購入しました。これはシリーズ8から搭載されている衝突検知機能や皮膚音センサーがついたことで初めてできる機能が数ヶ月後にソフトウェアアップデートで入ったらいいなと思ったからです。シリーズ7ではなく8にした理由はかなり弱いのですが、これが理由です。衝突検知機能や皮膚音センサーが不要なら7で十分かなと思います。いかがだったでしょうか。今回は Apple Watch シリーズ8の開封とファーストインプレッションを中心にお届けしました。今回の動画が参考になったなと思った方は、この下の高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。もう R10 のレビューはしないのって思った方、R10 についてはまだレビューしてない機能もありますので、レビュー動画を楽しみに待っていてください。R10 時々 R6、たまに Apple Watch って感じで動画を作っていくと思いますので、よかったらチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。